ケイピョンチャンネル。患者さんは肺がね小さくなりがちなので、広くしてあげなきゃいけないんですけど、筋肉がね収縮しやすいね、こうやってピーンって伸びたりもするけど、まず縮まるっていうことは先に丸まろうとしちゃうので、どんどん前にこうやって、うん、行きます。まあ、前に行こうとしたら一旦長くしてもらいたいので、この時にセラピストさんは喋りかけることを心がけてください。はい、寝るのはね、お家に帰って寝ていただければいいのかなと思いますので。寝ちゃダメだ。でも寝ようとする。あそこは気持ちいいんだよね。もう落ちますみたいな時が。そう、もう落ちますっていうのを1秒でも長いっていうのが、この人間のこのストレスをガサッと取ってリセットするので、もうなんでこんなにマイケルさん喋りかけるのって言うのか、寝かせよみたいな、寝かせられませんっていう、なんかあーって覚醒さはいみたいな、でどうしても寝たい時はね、先にねお声掛けをお願いしますけどね、寝かせて、うん、了解ですね。この時間はねセラピスト様のやりながらみたいです。でさっき言ったようにこのバイターを当てしっかり当てていくことで、後から手 の, かあの可動域を上げていくときに、背骨のね天使の羽のところがねよく動くと、熱をガーッとミトコンドリアね、アミノ酸を餌にしてミトコンドリアがねこう活発に動き出します。そうすると体温がガーッと上がってきて、痩せやすくする細胞を生成し始めます。どんどんね20代以降からミトコンドリアは眠りにつくというか、生まれてもこうどんどん眠りについておらんくなっちゃうので、20歳を境にどんどん真っ逆さまに老化させていく、そういう意味があります。ただやっぱ背中のその底の部分にね生成させるものがありますので、男性はね特に動かしてあげると早い。寝た。気持ちいいですか？痛いですか？冷たい？もうそろそろ痛くてもいいね。はい、女の子に会いたくなってきた。お尻と腕と両方傾いてよ、ケイトさん。あ、お尻が痛いね。手も痛いので女の子に痛い。
まだ声が出ません。まだ会いたくない。呼吸しますよ。牽引した状態で行くマックスの可動域を今覚えます。セラピストさんここでね、可動域をしっかりと自分で覚えていきますよ。で進展してやっていきますけど、収縮一回折ります。折ります。折ります。こういう形で折ってあげて、で伸ばす。上から下でもいいです。下の方で。下で、じゃあこの、この感じ。そうそうそう。はい、曲げて。女の子に。はい。そうそう、痛くなってきた。はい、手に出ました。マッサージしてやってみるとどれくらい結果が出るかを、ね、検証したいので、1回はね試合についていってみたいなと思いますね。うん、大阪のやつ、大阪のやつね。今度予定がちょっと合えば、あの私ついていきますよ。力抜いて、顔抜いて、はい、リラックス。状態でね、少しね、もうマイナスイオンがすごい出てて、浄化が始まるそうです。それでお休みください。お休みくださいっていうね。かわいい石で、お決まりですよ。行ってやるよ。行くよ。あちちちち。あちちち。前もって言っちゃったのにやらないもんね。暑い？暑い？暑くない？大丈夫？暑い？大丈夫？ねえ、特に硬いね、肋骨のこの。ね、あのくすぐったいところね、患者さんがね。これはね、もう70度まで上げたらね、ケイタ君40分も揉めるんだけど、ケイタ君すごい体が冷たいんですよね、関心が。だから揉めないの、そんなに長い時間。ケイタ君が思ってるより体は体温が低くね、活性酸素がすごい体の中からいっぱいパン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 出てるから、意外とそんなにね若くないんだ、体の細胞も体も。
く柔らかくなってきて、うん、体温もねすごく上がってね、ほう、ほら柔らかくなってきて、ほらゴミ処理場がさっき言ってたね、このゴミ処理場、その鎖骨の下、特に池田くんたちみたいに力が入る子たちは入れようと思って入れてないですよね。あの力抜いてって言って抜けるようになるまでやっぱこの2時間ぐらいかかるのね。でも時間がすごくかかりますが、あのセッションするときは必ず時間に前後の余裕を持っていただいて、あの向き合ってやってくださいね。今年もチンチンだったんですけど、やっぱりもう触っていくうちにも人肌よね、これね。気持ちよくなってきたね、ヒダがね。で、あのボッチャでやるのか知らないけど、あのこの射角筋っていってすごく首を支える筋肉がですね、彼はあの首が自分でこうやって一番動かせれるもので発達しております。またこの今度来月はオイル編でねちゃんとやっていきたいと思いますが、そうこれをねギュンと短くしてあの編集をしていただいてですね、反対側もやりたいんですけど、反対側はこうやって置きます。5分ぐらい置きますね。痛い、大丈夫ね。そう、最後にねこうやってね、脇に挟みます。ここに液下に流したものが流れていきますので、しっかりとねちょっと流していきたいと思います。で、次回はね、この首のこのケタ君がね、いつも張ってるところね、あの頭をね、あのケタ君を張ったしてて、張って頭を支えてる動画に、で、お気石をやっただけなんですけど、だんだん腫れが取れてきてるのわかるかな、揉んだ人わかるかな、うん、ね、うん、揉んだ人わかるかな、ここにね、シャカフキンってこうやってあるんだけど、これがね、ボーンと腫れてたんですよね。で、これが首の太さがこう、ちょっとちっちゃくなってるので、これね、遠赤外線効果が高いです。おー、体のね、体は冷たくて、心は温かい人にはすごくもってこいのものです。ぐーっとケータ君、もうこれを見た時はね、本当にね、ケータ君にもう一番にやってあげなきゃいかんと思って、ね。はい。では、今日の施術はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ケイビアンチャンネルご視聴ありがとうございました。面白かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。